韓国スーパー大手のユ、e、イマートは20日、年間数百万人が訪れるほど外国人の観光必須コースとなっているミョンドンに、韓国版ドン・キホーテと呼ばれる総合ディスカウントストア、ピエロショッピング6号店をオープンした。ピエロショッピングミョンドン店はミョンドン芸術劇場横の新韓銀行ミョンドン店のビル1階から4階までで、 売り場面積は1025平方メートル規模だ。商品は約3万個。ピエロショッピングは外国人の顧客向けに中国語、英語、日本語が可能なスタッフ約20人を採用。主要工事事項に関しては外国語の案内放送も行う予定だ。ユジンチョルイーマートピエロショッピング常務は、 ピエロショッピングが韓国を代表するショッピングのメッカ、ミョンドンにロードショップをオープンし、本格的に外国人観光客を集客していく都市、面白いコンセプトや商品で海外観光客にとって韓国を代表するショッピングブランドとして位置づけたいと述べた。